MLB、ドジャース5、サンブリュワーズ、7月6日、日本時間7日、ロサンゼルス、映像、確信総立ち、の衝撃28号弾ドジャースの大谷翔平投手が放った30歳初アーチは、いつもの、確信歩き、が出るほどの豪快な一発。球場のファンたちも、確信総立ち、となる目の覚めるような一打を見せた。大家のバットが火を吹いたのは、8回裏のドジャースの攻撃。 前の回でブリュワーズに追いつかれ、3対3のスコアとされたドジャースだったが、この回の先頭打者であるラックス内野手の代打で登場したバルガス外野手が本塁打を放って1点を勝ち越し、一死走者なしの場面ながら勢いづいた中で大谷は第4打席を迎えた。このイニングからマウンドに上がったのはブリュワーズの3番手であるハドソン投手。 大谷は前の打席で3試合ぶりのヒットとなるスリーベースヒットを放つなど、打撃成績も上向き出したところだっただけに初球からバットを出してくるなど、うつん満々だった。そして、ハドソンが似たまめに投じた138キロのカットボールを大谷はフルスイングした。大谷が最も得意としている内角低めに投じられたボールをフルスイングした打球は鋭い打球音とともに大きな声をかいて、 そのままドジャースタジアムの宇宙間へ。時速109.9マイル、約176年9月キロ、飛距離430フィート、約131メートルの一発となった。大谷自身にも手応えがあったのか、スイングした直後、打球を見ながらゆっくりと一塁ベースへと一歩、二歩と歩き出すという確信歩きを見せる。さらに球場のファンも打った瞬間に、確信総立ち、となった。 30歳になってからの初アーチとなったこの本塁打には実況、解説ともに大興奮。大きくこう書いた打球を見ながら解説の西岡豪氏は、ここしかない。と大谷が完璧なスイングをしたことを絶賛し、実況の DJ ケチャップ氏は打球がドジャースタジアムの宇宙館スタンドに着弾した直後、グッバイ。と大絶叫。それに合わせて西岡氏も、サンクユーソーマッチ。と、 メジャー仕込みの英会話を披露して喜びを表した。アベマ、スポーツチャンネル。